単純暗記ものを何とかする講座皆さんこんにちはレックスリー講師の根本ですえこれは私が1月から担当している講座この単純暗記を何とかする講座について説明していきますもう名前からして何をやるかは想像できると思います講座のコンセプト丸暗記論点を制覇するそれも 直前期前にやっておく。直前期にはやることがいっぱいあります。単純暗記ものはおそらく直前期にもやることにはなってしまいます。ですが、今一旦制覇しておく。そうすることが4月以降の自分が本当にやりたい勉強、そこに特化できる前提になります。なので一旦は丸暗記論点、潰しちゃいましょう。 ポイント1、少々試験ではどうしても避けられないものがあります。どうしても理屈なしに覚えなきゃいけないものっていうのが多くあります。その部分をこの講座では攻めていきます。どうですか。もうどれを見てもね、うわやりてえと思わないものだと思うんです。普段の学習からではこのあたりはまあ後にしよう後にしようと。 し,しがちなところだと思います。ですが、最終的にはやんなきゃいけないんですよ。そういった論点を中心に攻めていきます。全部で四回ありますが、具体的にはこんな形でやっていく予定です。一回民法、二回不等法、三回目は会社法、商等法関係。四回目がマイナー科目という予定になっています。 民法についてはすで扱ったテーマはこんな感じになりますではポイントの2脳にいろんな角度で攻めていきますいろんな角度で脳に刺激を与えていきますまずは抗議中 えこちら講義教材と問題教材というのを配っていますじゃあまず問題教材何ページをやってくださいという形でまず演習からスタートしますこれによって脳に刺激を与えます記憶を呼び起こしますその後に講義教材それを使って私の方が説明をしていきますそれも 理由付けや比較なり頭に残るような説明をしていっています横に見ていくと違いがわかりますよ図の方右左比べてごらんほらこ検察官がないじゃないですかと,とかこの違いなんで違うかって言ったら方や親族法で方や財産法ですだからこれ違ってくるんですよとこういった形の説明をしていきます とということで、問題演習で脳に刺激を与える呼び起こさせて講義でインプットができるようにしていっていますただですどうしても無理どうしても無理これは起きるんですよねもうこちらの方としてもこれはごめん理由づけは本当ないんだ頑張ってくれというものも出てきます そういうものに関しては、えいっ最後は、語呂合わせなり何な,なりの力技です。そういったものも講義中では披露しています。これが私が担当する暗記者の,の講座になっております。ぜひ、4回、時間が取れる方、受講の方を検討してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。